こんにちは、カトショです。パート3の動画の前にですね、また進捗情報があります。先日ですね、マッティーニの方から電話が来まして、当然出てないんですけど、まあ当たり前ですよね。全然お金返ってきてないのに半年近く無視されてて、都合のいい時だけ電話してきたって出る人いるんですかねっていう感じなんですけど、これ本当他の被害者の方だったらわかると思うんですけど、テニス界に僕が把握してるだけでも、7人くらいですかね、同じ被害者が7名近くいると思うんですけど、彼マティーニってお金を集めるときはすごくレスが早いじゃないですか。でも返すときは基本期日守らないのは前提として、こっちから何回も返金催促してもすごくレスが遅かったり、何日には絶対振り込みしますんでとか言って先延ばしにされた挙句、当日連絡取れなくなるとかしょっちゅうあるじゃないですか。ちなみに視聴者の皆さんも勘違いしてるかもしれないんですけど、このマティーニ詐欺の件の動画はまだ前菜みたいな感じなんですよ。メインは今後に動画にしていく名誉毀損の件で、対象は別の3人から5人ぐらいになります。そちらに関しては、3人から5人のうち何人かに割と結構怒ってます。詐欺の件に関しては僕はもうそんなに怒ってなくて、むしろ詐欺に遭うのは自分自身も悪いし、自分も含めて本当にしょうもないなと思っているので、このような実名を出さない形での動画公開にしています。今もしタイムリープできるんだったらですね、3年前の自分にですね、胸ぐらを捕まえて強烈なパンチをお見舞いしてやりたいですね。だからマティーニさん、動画見てると思うんですけど、あんまり気にしないでください。詐欺の件に関しては本当に今は全然怒ってないので、僕も悪いと思ってます。ただ前回の動画でも話した通り、公益性のもとに、同じようなね被害者を出さないように注意喚起という意味合いで僕はこの動画を出しています。でこの後に詐欺の件が一段落、最後まで終わったら名誉毀損の件に移って、対象は他の方に変わります。そちらに関しては僕は割と怒っていますので、詐欺の件よりも少しだけヒートアップしてしまう可能性がございますが、その点はご了承ください。以前にも動画でお話しした通り、単なる悪口のレベルではなく、ちゃんとした名誉毀損、誹謗中傷に値する内容です。まさか僕のこと、私のことじゃないよなと思っている、ニコラシカさん、キティさん、カシスさん、もしあなたに思い当たる節があるなら事前に謝っておいた方がいいです。そしたら後悔はしません。本当に先に言っておきましたからね、僕は。ではパート3の動画の方に行きたいと思います。北海道テニス界で詐欺にあった話パート3、限界まで絞り取ってくる詐欺師ということで話をしていきたいと思います。さてまずはこちらの LINE をいきなりなんですけどご覧ください。投資は架空は絶対危ないよ、現物が絶対リスクも少ないしすぐ解約した方がいいですよ、300万円分ジュエリー買えたら1年分なんて早いですから。こちらの内容はどういうことかというと、まずは僕の懐事情を聞き出して懐事情を把握されます。例えばどこの銀行で何万円貯金があって、どこの銀行で何万円を資産運用していて、月何万円ぐらいを積み立て投資していてなど、そういった話です。実際に僕は当時から今もなおなんですけど、海外の銀行で香港にある銀行とヨーロッパの方なんですけど、ドルで資産保有と運用およびドルで積み立てもしていて、当時その話を彼マティーニともしました。するとなんとこのラインです。これです。なんと彼は銀行での運用や積み立てを海外だからといって架空の投資と表現して、実際に僕も香港に直接行って香港の HSBC という銀行で口座を現地に行って開設をしているのにもかかわらず、架空の投資みたいな感じでね言われて、そんなの解約して全部ジュエリーに投資した方がいいよと言ってきます。確かに銀行が架空の投資なのは納得できる部分も一理あるんですけど、その一理がわからない方は信用創造というワードで、これは多分ググれば出てくると思うので、この4文字信用創造という単語でワードでググってみてください。多分出てくると思います。
本来ならこの時点で気づくべきだったので、僕もかなり悪いですね。しかし当時の僕は飲食サイトの立ち上げのために少しでも早く資金を増やしたいと思ってました。自分のやりたいことのためとはいえ、目先のお金のために目がくらんでしまったことはとても反省しています。そして僕は日本の銀行にあるほとんどのお金を彼マティーニのジュエリー投資に回してしまうことになってしまうのです。次々に高額になっていくジュエリーの出資額、矢継ぎ早に出てくる新しい仕入れのジュエリー、そしてついにたまに1週間とか遅れ始める振り込みの期日、遅れ始めちゃうんですね。まあ、ポンジスキームなんで、ね、これは後に分かることなんですけど。そして3月19日の LINE がこちらです。内容は小樽のショップが、まあ、ジュエリーショップが店舗閉店するので、ジュエリーの在庫が大量に放出されるとのことでした。みんなで出資してまとめてたくさん買いませんかとの大好き。次回北海道テニス界で詐欺にあった話パート4、こいつ本当は買ってないんじゃね説の浮上です。ではまた。